VIP です。やってきました VIP です。よろしくお願いします。 VIP です。ということです。本日の動画はですね、ワールドスターガチャとなってます。ありがとうございます。いや、ワールドスターガチャ来ましたね。ちょっと1日遅れなんですよこれ、ごめんなさい。ちょっと見てみましょう。ため撮りしてたんでね、ちょっとそちらの動画を昨日さっき出したんですけど、今日はおそらくこのワールドスターの動画出てますね。鈴木誠也選手来ましたね。369確定。あ、3人に増えたからか。前まで6回でしたもんね。で、中継ぎも来てるということで、まあ選手紹介してくれしてくれってコメント結構あったんで、ちょっと軽く選手紹介の方をしてってか。お、え、ライジング来てる。ライジングスカウト来てるやん。で、フェスタも来てるということで、まあ多分おそらく僕ね、フェスタの生放送できないんですよね。アメリカ行ってるから多分。だけど、ちょっと動画に、多分ね、飛行機乗ってる時とか多分かなり回すんで、チケットバリ溜まるんですよ、多分。なので、それをちょっと引きながら、なんかこう、向こうでどんな感じか語りながらの動画とかでもありかな。いや、わからん。もう本当に垂れ流し、もう顔とフェスタの動画みたいな。まあ、それはちょっと向こう行って決めます。コメント欄とかも見ながらね、ちょっと参考にしていきたいと思うんで、まあ、選手紹介の方、早速やっていきます。じゃあ、まず、ワールドスター初登場、鈴木誠也選手。かっこいい。かっこいいよ。ただね、鈴木誠也選手ね、まあ、侍で出るじゃないですか。確か選ばれてましたよね。今日発表されてましたもんね。多分出るんで、まあ、そこでの能力もちょっとどうなるかが注目。で、アーティストにはならなかったですね。パワーヒッター、選球眼、対エース。マリア対のライト的にはちょっと厳しいかもしれないけど、いや、これアーティストやったらワンチャンあったんよな。まあ、広角がないからあれやけど、ただ今回、メジャーリーグで結構鈴木誠也選手、そのカブスでね、結構ね、こう、ライトに、もう、なんていうかな、チョンって当てた当たりとかでライトのこう入ったりとかしてたんで、ワンチャン侍降格つく説あるよね。どうやろう。ちょっと待って、目、ちょ、メガネかけるわ。すいません、ちょっとね、もう急激に目が悪くなってるもんで、はい。まあそんな感じかな。うん。まあ欲しいっすよね。もう写真が欲しいもん。うん。で、菊池雄星選手ね、俺ね、菊池雄星選手さ、査定年変えていいと思うけどね、あかんのかな。ツーシームついてる時の菊池雄星選手あったんすよ。僕も使ってた。あの時の菊池雄星選手、ちょっと待ってね、能力見ていい、あの菊池選手。この時かな、多分、これ。伸びたいピンチ尻上がりながらの、ほらこれ見て、ツーシーム、OG カブとツーシーム、これ強くない？まあツーシーム F やけど、左ピッチャーのツーシームなんで、タイピン出たら E になるしね、この菊池選手でもいいと思うけどね。まあこの年がキャリアハイやからかな、わからんけど、キャリアハイなんかわからんけど。で、有原選手ね、ソフトバンクに急遽ね、電撃移籍した有原選手。ツーシーム B の時の有原選手もあったんで、まあ強いけどね、この有原選手も多分、超タイピンチやし。どうなんやろ、どうなんすかね、もう今使ってる方いるんかな、まあ、強いとは思うけどね。けどまあ僕持ってるけど使ってないもんな。で、この時の有原選手が、ツーシーム B なんですよ。超大ピンチで。超大ピンチコントロールツーシーム B。この有原選手がめっちゃ強い。抑えもできるし。この時の有原選手やったらガチめに取りに行ってたかもしれない。大ピンチ出たらツーシーム S やしね。この有原選手で出さへんのちょっとコナミ、こすいな。うん。で、中継ぎなんですけども、やっぱサーッと紹介、ビドル強そうやね。結構ビドル使ってくれってコメントあったけど、大ピンチやしね。うん。ビドルちょっとおもろいね。で、おー、藤井荒也選手。まあ、ちょっと最近減りましたね。うん。か、やっぱりアップデート来てから減りました。で、平選手なんか、物議かましてたけど、変わってる？なんか本人が球種について言及してたけどね、変わってんのかな？で、安楽選手。で、東條選手。あ、東條選手欲しいな。おー、吉田康生選手。吉田康生選手、俺、極めにできるよ。多分もう今、A ランクめっちゃ集まったんで。あー、田口選手、超タイピーチ。おーおお、え、復活してるやん。これね、ちょっと待って。これこの前プロ野球選手のスピちゃんがあったんですよね。そのスピちゃんの時に、田口選手超タイピーチ復活したらいいですね、みたいな話をしてたら、復活してるやん。これ絶対ご本人喜んでるよ。田口選手欲しいかも。うん。で、伊勢選手で、ね、伊勢選手も強いね。超タイピー。伊勢選手めっちゃ強いよね。あんま使ってる方いないけど、多分限界突破できないから使ってる方がいないだけで、強い。うん。あー、で、湯浅選手ね。まあ、湯浅選手はセレクション持ってるからいいかな。で、桑原選手。で、森浦選手超タイピーじゃなかった。あー、普通のタイピーか。で、藤島選手超タイピーになってるよね。まあ、ツーシームとかがないから、この球種だけやったらちょっと微妙かもしれんけど。じゃあ、鈴木誠也選手と、有原せ、まあ、とりあえずワールドスターは引きます、これ。はい。90連まで引きます。中継ぎも引きたいな、これ。まあ、いや、とりあえず行きます。はい。お願いします。さあ、確定外？確定外長も、ほんまセレクションもダルセレマジでエグかったからな、ほんまに。ダルセレ結局1200連、1300連くらい引いたからね。うん。さあ、お願いしますよ。30ペーやね。30パーやね。いや、間違えた。30パーよね。オッケー、30% です。はい、2回目いきまーす。さあ来い、お願いします。いや、もうほんまにちょっとガチャ運大丈夫これ。いや、ガチャ運というか、これガチャ確率大丈夫ですかこれ。本当に最近の俺のガチャ動画、いやー、これまたカットしまくりの動画になるって。もうアメリカ行く前に、おいおいおい、
さあとりあえずここ30%、ここも 30% かよ。じゃああやくば中継ぎ引こ。久々に出た。ちょっと待って、久々に流れ星見たわ、マジで。2枚引きレインボー、レインボー足を、レインボー足を、来い。マジである、行きます。やる気ないやん、もう。さあとりあえず 30% は引こう。鈴木誠也選手引こう、お願い。鈴木誠也、有原航平、菊池雄星の順番です。はい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 。うわ、もったいねますかよ。もういいや。さあお願いします、ここ来い。いやもうこれ怒ってるやん。みたいに選手こう、あ、おい、なやこれ、あみたいな感じやん、これ。メンチ切ってますやん。さあ4回目です、お願いします。いや俺もうあともうちょいでもうアメリカに行かなあかんのに、アメリカにもう旅立つ。うわ、え、ちょ待って、柳田選手 WBC 出場辞退、え、ガチ、え、マジでギリタ辞退した、え、ガチか。え、センター誰、 WBC のセンター、ちょっと、あ、ヌートバーか。ヌートバーが、おい、ヌートバーどこ守んねやろ。ライト鈴木誠也、センターヌートバーかな、レッドヌートバーあるね。これ誠也は絶対入るでしょ、ライトで。いやてか WBC マジで楽しみ、おい。てかちなみにやけど A ランクも1枚も出てない WBC の選手、やばい。さあお願いします、6回目、これも 30% です。はい、まあもう、おーっと、あるよあるよある、ある、あるあるある、ない、ないは求ます。はい、いや今日ね、さっきもこれで2枚、てか流れ星来たらなんか2枚引き、ちょっと頭痛い、2枚引き、あー、なんか流れ星来たら2枚引きの傾向あるよね。さあお願いします、かい、おーし、いやでかい、いやマジででかい、いやでかすんぎ。いやここで 30% 引くってか、だって9回目確定よね、9回目1人確定なんです。さあ確定外、確定外来てないよ。ちょっと久々にやっていい、ここ好きあらすここ好き、久々にやった、生のここ好きです。はい、生ここ好き、ありがとうございます。さあ、あと2回、これ動画時間的にちょっと中継ぎ引けるか分からへんな。結構ワールドストアって今まで6回までやったから、閲覧確定が確か、え、ちゃうっけ、まあいいや、あ、うん、さあこれもないやろな、これもないやろうな。はい、サクサク行きすぎやろこれ、もうラストやで、これ9回目。いやこれで鈴木誠也、マジで頼む。ちょっと待って、広島に帰るわ、これちょっとみんなで、ね、バットに当たった時の感触確かめよう。うん、行きます。いや大丈夫、あれ、ちょっと待って、マジかぶりだけは勘弁して、ほんまに有原航平のかぶりだけは打て。いやマジか、これ出んかったらこういくで、ほんまにな、調子くいくで、なあ、ちょほんまに、はい、よーし、よーし、え、ここで30引いた、え、これ30よね多分ここは、え、マジで嬉しい、やばい、ちょペンどこ行った、あった、ちょマジでこれで菊池選手最後引いたらコンプリートですよ、ワールドスター。え、ガチ、てか2枚引き引きすぎやろこれ、2枚引きすぎじゃない。さあラストです、お願いします、いくよ、来い。公平